のはジュニアマックスクラス AB グループです。それではスターティンググリッドをご紹介していきましょう。ポールポジションは総合のトップタイムだったということです。47秒101、カーナンバー7番、アッシュウィズ KP バズ、コラチ亮太。2番手カーナンバー5番、アッシュ黒川文也。3番手23番シスルレーシング玉橋ゆずき。4番手34番ルーチェモータースポーツ井上大和。5番手11番ルーチェモータースポーツ酒井仁。6番手16番柿江レーシング上岡瀬奈。以上がトップ6ということになっております。7番手8番ルーチェモータースポーツ栗山雅樹。8番手71番ティームエマティム中井春人。9番手62番アッシュ服部優也。10番手14番ティームリアの渡辺翼。11番手9番ブルーベアレーシング吉田光大。12番手4番エマティ翔太藤井。13番手15番ティームシューどうぞのシュー。14番手22番グレンブルーレーシングチーム小山田隼人。15番手38番ホジャストレーシングカートチーム落合レオン。以上の15台です。さあどうぞのシューなんですけれども、タイムトライアルの時に結構なですねタイムを出していたのですけれども、ペナルティということで後方からの追い上げを余儀なくされました。走路妨害と取られましたね。ベストタイム抹消、セカンドタイムで13番手からのスタートです。さあどうぞの週、今回も必勝体制だったので、これはちょっと誤算だったかもしれませんけれども、この水波はね、タイムトライアルの時の走路妨害はしっかりと取るサーキットです。ドライバーにとっては一戦一戦いろいろ吸収していくべきところがあるんじゃないかと思いますが、まあ、ヨーロッパも経験してまいりました。どうぞの13番手から追い上げてくるか。ホームストレートゆっくりと立ち上がってきます。スタートは切られました。さあホラチ亮太いいスタートを切っていきました。黒川文也がそれについていく形となっています。3番手以降も大きな混乱はありません。3番手には玉橋ゆずき、4番手にはこれは酒井、そしてヘアピン1台アウトサイドにコーンと失速してしまったドライバーがいました。接触があったでしょうか。1台これは服部かな、ちょっと後ろの方から追い上げという形になってしまいましたね。トップはホラチ、2番手黒川、3番手には玉橋、4番手までが一段となっています。5番手単独で上岡です。6番手以降は長い列になっています。オープニングラップ戻ってまいります。さあ5番手争いです。カーナンバー8番の栗山と、そして34番の井上大和、同じチーム同士の対決となりました。現在は栗山が前、井上がその後ろ、さらにその後ろにつけているみんな同じようなカラーリングに見えるんですけれども、これは中井ですね、エマティのカラーリング中井。そしてその後ろに藤井翔太がいて、どうぞの衆がいてという形になりますが、さあこの辺が一気にタコツボで入れ替わっていきます。上位集団はといいますと、3番手4番手ここが変わりました。酒井仁が結構いいペースで走っておりまして、黒川文也をかわしまして3番手に浮上です。トップ戻ってまいります。トップはホラチ、2番手に玉橋、3番手に酒井、4番手黒川と、ここが一騎打ち状態。5番手上岡の後ろから6番手栗山もつきまして、ここも一騎打ち。中井とそれから乾と堂園と、この3体は堂園がポジションを1つ上げてきています。さあまだまだこれからといった感じです。まだオープニング3周目、トップのホラチの後ろに徐々に玉橋が追いつき始めまして、トップ集団がまた4台とワンパックになりました。さあ5番手争いです。5番手カーナンバー8番栗山雅樹、上岡をかわして上がってきています。栗山、上岡、どうぞのその後ろの3台も連なりまして、この集団は6台、第2集団は6台です。ホームストレート、ドライバーたちにイケイケだったりオッケーだったりが出ておりますが、さあトップ2、2コーナーのところで玉橋ゆずきがインサイド飛び込んでいって、アウト側からホラチがスピードを乗せていって、もう一回行くかと思われたんですが、ここは様子を見ました。2番手の玉橋ゆずき、トップのホラチ亮太、後ろになかなか付け入る隙を見せない。
そんな感じですけれども、これで坂井仁もだんだんと近づいてまいりました。黒川文也は前3回からちょっと離れそうな匂いがしてきましたけれども、ついていくことができるでしょうか。そしてその後ろ、5番手争いがかなり長い列になりまして、これ先ほどの集団がちぎれてくっついてみたいな感じになりましたね。入ってまいります。5番手は栗山、その右側から堂園周が1コーナー入っていきまして、堂園がこれで6番手に浮上。6番手は堂園、7番手に栗山、その後ろが、上岡がちょっとドロップをしてしまいまして、代わって、中井と乾あたりが上がってきています。中井、乾上がりまして、その後ろに上岡、さらにその後ろに藤井翔太、ちょっと離れまして落合と渡辺、さらに服部と山田となっています。吉田光大もしっかりと周回を重ねております。現在止まってしまったカートはありません。ホームストレート戻ってまいります。トップホラチ頭一つ抜け出してまいりました。これで5周終了。2番手に坂井、玉橋優月は3番手。まだまだ予選ですけれども、それぞれのドライバーの動きとか、いろんな仕掛ける手の内とか読み合いをしてるんじゃないかと思います。このジュニアマックス、初めて顔合わせというような、そんなドライバー同士もいます。テッパッパーも多く含まれているこのクラスは、今日は展開が全く読めません。さあ、堂園は5番手で後ろを引き離し始めました。トップの原千代太の現在タイムは46秒9、堂園は47秒台。ファステストは現在4番手の黒川文也がペースを上げてきまして46秒837となっています。6番手以降なんですが、6番手カーナンバー71番中井、その後ろからインカー飛び込んでいくのは栗山。さあどうだ、2コーナーから3コーナー、乾山ともついていきました。栗山、乾、中井というオーダーになりました。ヘアピン、今度は乾山とが飛び込む、後ろから中井がついていきたいが、ここは栗山がなんとか抑えて、乾、栗山、中井、そして上岡、上岡タコツボで飛び込みます。入れ替わり激しい。さあ、そしてトップ2の方もバックストレートエンド、インカは堂園、ごめんなさい、ホラチが守りますけれども、その後ろを酒井、そしてさらに4番手黒川までが完全にワンパックになりまして、これで7周終了です。残り周回数は5周。さあ、再び酒井仁が仕掛けていく。酒井は今乗っているドライバーのうちの1人、玉橋由美がついていった。原治療とは3番手にドロップ、4番手に黒川と入れ替わっていきます。ヤピンからの立ち上がり、前がやり合ってくれれば、どうぞの周にとっては美味しい展開ということになりますね。この1周でコンパ6ぐらい縮めたんじゃないでしょうか。バックストレート、残り周回を考えると、トップ集団に加わってくることは十分考えられます。というか、もう言ってる間に追いつきそうな雰囲気になってきた。さあ、トップはと言いますと坂井仁に代わりまして、ホームストレート戻ってまいります。坂井はどこまでペースを上げていくことができるんでしょうか。8周終了、残り周回数4周。さあ、後ろから玉橋が仕掛ける。2コーナー、玉橋が前に出ます。ホラチ京太がそれについていく。坂井は3番手、ホラチはさらにヘアピン飛び込んできた。そして立ち上がりはクロスライン、玉橋取っていく、横並びになって玉橋が前に出ていきます。そしてタコツボ、今度はまたホラチ飛び込んでいく。さあ、堂園が後ろから来るぞ。堂園が追いついてくる。もっとやれもっとやれと堂園は思ってる。バックストレートエンド、さあ完全に堂園の射程圏内に入ってきてしまった。トップ4、これはもう後ろのことを考えて走ってるのか必死なのか分かりませんが、その堂園が来るのを読んでいたドライバーがこの4人の中に誰かいるでしょうか。そのドライバーは今この集団から抜け出そうと焦ってると思うんですけれども、さあ、ホラチが飛び込んでいった。ホラチがトップに浮上、玉橋、そして後ろでは、うおー、黒川もインカーでブレーキング激しくしました。坂井と立ち上がり勝負をします。黒川3番手、4番手に坂井、堂園が完全にロックオン。こうなったら堂園1コーナーにつき1台ずつ抜いてきそうな勢いです。残り周回数は3周を切っています。バックストレートエンド、3番手、4番手が一騎打ちに入る。うわー、引っかかった。坂井仁、黒川も失速。
黒川2ヒート連続でついてない、止まってしまいました。さあこれでどうぞの3番手に浮上、そしてトップ争い玉橋が今は飛び込んでいきます。残り周回数は2周、玉橋トップ、2番手ホラチ、テールトゥーノーズ、どうぞのはちょっと離れている、離れているが前に何かあったらまた一気に追いついてきますよ。4番手酒井、そしてこれで第2集団が5番手争いになりました。乾大和の後ろから栗山、中井、これ逆かな、中井栗山かな、栗山中井ですね。そしてその後ろに上岡、藤井翔太とついて、渡辺、落合、服部とこの3台がバックストレートエンド。さあバックストレートエンドのところではこの第2集団の2番手3番手争いが起きています。そしてトップ2ホームストレート、これがファイナルラップ、玉橋かそれともホラチか、何かあってどうぞのか。2コーナーから3コーナー、玉橋ゆずきが今トップでリードをしていますが、酒井もここに来てファステスト出してね、前を追ってるんで、それ4台どうなるか。残り1周でつまんないことにならなければいいんですが、玉橋後ろを振り返った、ホラチはアウト側からクロスラインを鼻から狙っていったが、さほどラインをか、うおー、バックストレートに入ってくるところ、ヒヤヒヤする、後ろからどうぞの来る、後ろからどうぞのついてきた、 S 字の2個目どうだ、ここは抑えた、ここは抑えました。最終コーナーから立ち上がってまいります。トップは玉橋、2番手ホラチ、3番手どうぞの、4番手酒井、5番手乾、6番手にこれは中井が上がりましたね。そして、栗山、上岡、藤井、ちょっと離れまして、落合、服部、渡辺、吉田と小山田が今チェッカーを受けていきました。以上ジュニアマックスの AB グループはスターティンググリッド3番手から玉橋ゆずきが取っていきました。以上ジュニアマックス予選 AB でした。